どうも、走りの学校オンラインスクール学級員の茂木耕作です。今日はですね、いつもはね、スタンド FM で音声配信ってやってるんですけど、ちょっと、Facebook にもなんかこんな機能があるなと思って、ちょっと試しにオープンしてみました。まあ、どうだろうね。どんぐらい喋ると、誰かが一人でも立ち寄ってくださるのか、ちょっとわからないですけど、まあ、試しに、お試しってことですね。まあ、アーカイブも残るので、後から聞く方も何か、思い当たることとか、コメントを残してくださる方がいらっしゃったら、ぜひお願いします。さて、ですね。まあ、せっかくなんで、ちょっと今日もスタエフでもう一回喋ろうかなとは思うんですけれど、まあ今日、まあだからスタエフのね、リハーサルみたいな感じで喋ってみようかなと思っております。今日はですね、そうだな。昨日、去年の今頃ね、結構、走りの学校のオンラインスクールがどんな状況だったかっていうようなお話をしたんですよね。で、本当にまだ立ち上げ当初で、全然その運営のメンバーが揃っていないのに、まあ、あまりにその校長のですね、アピールが、要するにこう力強すぎることによってですね、運営が追いつかなくて、人が集まりすぎてしまって、まあ、そういうお話ですね。これって、なんていうか、とってもいいことですよね。走り革命理論っていうものが、どれだけ分かりやすいかとか、どれだけ効果を実感できるのかとか、まあ、どういう人でもちゃんと、成果を出す道筋にちゃんとスムーズに導けるっていう汎用性というか普遍性というか、まあ、それだけ本質をちゃんとついたトレーニングメニューとして組み立てられてるっていうところが、まあ、非常に分かりやすく伝わっていて、で、まあ、校長の説明がまたすごく、ストレートだし、まあ言葉とか表現も上手なんですけど、それだけじゃなくて、やっぱり何よりも、やっぱり大事なのは、本当に心の底から熱意が湧き上がっているっていう、そのエネルギーをみんな感じていたんだと思うんですよね。だから、一気に人が集まってしまってですね 本当に2、30人でスタートしたところが、この去年の今頃ぐらいにですね、100人ぐらいドバーッと入ってきて、で、なんていうか、嬉しい悲鳴ではあったんですけど、当然、その運営する側としては、急に人増えるわけじゃないんで、入ってきた人が150人になったからっつって、運営する人が急に10人になるわけじゃないんで、ずっと畑先生は寝れなかったみたいなね 話ですね。まあそんなことをちょっと昨日話してみたんですけど。で、まあまあそんな中、そんなこう大混乱のおかげで、かえってですね、スクール生の中から、ボランティアでですね、有志が、僕らが手伝いたいんで、よかったらやらせてくださいと。まあ、例えば、いろんな情報の整理ですとか、まあ、あるいはその新入生が入ってきた時のケアですとか、まあ、そういうことが、こう、なんていうのか、自然に起こってですね、まあ、ある種の文化祭的なノリで、まあ、公共事業と僕は昨日表現したんですけど、みんなのために、月額3300円を払っているスクール生側がみんなのために働くというですね、まあなんかとても素敵な光景が広がっていて、本当にまあ僕にとっても何よりも得難い価値でしたっていう、そういうお話を
昨日はね、お伝えしました。で、今もね、本当にいろんな新入生入ってきて、で、まあ僕もね、メルマガの執筆なんかをしたり、戸川君のね、お手本の動画をアップするのはちょっと手伝うとか、本当にまあそんな程度ですけど、そういうのをやるだけで、いつも本当にありがとうございますみたいな感じで、とってもなんか丁寧に感謝してくださる方とかいらっしゃって、いやなんか こんなんでそこまで感謝いただけるなんてありがたいっすねっていう、こっちこそね、恐縮なんですけど、で、なんだったら、これのアップまだされてないんでよかった、お願いしますみたいな、ちょっと僕がね、忘れちゃってるとか、ちょいちょい、落ち度があるので、それをね、フォローしてくださったりとか、まあ、そういう方がね、やっぱりいまだに、こう、なんていうか、後から入ってきた人たちの中から、ポロポロと必ず出てくるというですね。なんかそういうコミュニティなんですよね。なんかそれがね、走り学校オンラインスクールの、そうだな、だからもう2度同じものを作ろうと思ったら、できないだろうなという感じですね。再現性がある意味ないです。走り学校オンラインスクールというコミュニティ自体は、提供する情報自体はね、もう揃いましたし、全く同じコミュニティ、なんていうかな、情報として提供するものとしては別個に Facebook グループ立ち上げて、まあ、同じものをじゅんぐりじゅんぐりに提供していってみたいなことは、まあ理屈上できるわけなんですけど 理屈上できるわけなんですけれども、やっぱり情報にそこまで価値があるのかっていうと、情報って結局、広がっていけば広がっていくほど、まあみんな知ってるからわざわざお金出さないっていうものになっていくと思うんですよね。で、それ全然悪いことじゃなくて、何でもそうだと思うんですけど、だから、なんていうのかな、もう当たり前に普及してしまったらさ、どんどん値段が下がっていくみたいなことって、どんなものでも起こるじゃないですか、家電とか。まあ、昔だったらね、テレビ死ぬほど高かったけど、まあ、今、家庭ない家なんかないからとか、まあね、そういうもんだと思うんですよね。まあ、電気、ガス、水道ってみんなこう、ね、それ、あとまあ、ちゃんと満足に食べられるとかさ、もう本当にそれがままならなかったらそれがすごく貴重なことだし、それをまあ叶えるようにするっていうことがものすごく価値だった時代もあり、でも普及してしまえば、なんかそれは当たり前っていう前提の上でどういう価値を提供するのっていう話にどんどんなっていくわけじゃないですか。で、それって多分、走り学校の、まあ、走り革命理論の情報に関しても、まあ、もちろん今はね、今現時点ではまだまだ、本当にごくごく一部の人しか知らない情報だとは思いますし、そんな急にね、値段が暴落するみたいな話ではないですよ。ただ、まあ、いずれはね、全国に広まっていけばですね、これだけ分かりやすければ、まあ必然的に広まっていくでしょうし、広まっていけばいくほど、で、まあ、人に教えることも簡単だっていうところがめちゃくちゃ大きな特徴なんですよね。要するに自分が教われるのも簡単な上に、一人一回自分がね、教わったら、他の人にも教えやすいっていう、そこもすっごい大きな特徴なので、まあ、広がっていけばいい。行くほどですね、まあなんていうか、情報だけで見たらそこの価値っていうのは、まあ、なかなか値段がつかなくなる未来がいずれ来るわけだと思うんですよね。なんですけど、僕らは全然なんかそこは良くて、まあ別に僕上の 経営者じゃないから全然良くてとかいう権利も何もないんだけどさ、そうじゃなくて、やっぱりオンラインス
プールっていうコミュニティで集まってくださっている人たちが、まあ素敵な人たちだっていう、そっちの方がね、価値の比重が大きいんですよね。で、何の、普通に生きていたらつながりもなかったであろう人たちと、まあ、これほどの絆で結ばれるとか、ありえないことがなぜか起きてしまうっていう。で、その真ん中に、まあ、きっかけとしてですね、8種類革命理論に一緒に取り組むとか、なんだったらそれを広めることまでね、一緒にやっているわけですけど、まあ、そっちなんですよねっていう、その価値の中心っていうのは。まあだから、で、僕らも、やっぱりそっちを楽しんでいるからこそ、それがいいなと思って、加わってきてくださる方っていうのも、やっぱりそういう人っていうかさ、公共の精神が っていうか 公に対して少しでも貢献しますよと、なんかお手伝いしますよっていう感じの、いや、必ずしも手伝わなくても全然いいんですけど、そういう感じの方がすげえ多いんですよね。これは本当に大事なところで、やっぱり本当にちょっとずつ段階を経てね、増えてきたことに意味があるんだと思うんですよね。その最初、和田校長がインスタライブで一人で叫んでいたところに、たまたま通りかかってなんとなく引き込まれていった数人がいたわけですよね。で、僕が入った時には10人ぐらいいたかなっていうぐらいだと思います。で、まあなんか僕が見ている間にちょっとずつ増えていって、あ、15人になった、20人になったと。で、最大で100はいってなかったと思いますね。50以下だったんじゃないかなと思います。で、インスタライブで、まあ盛り上がったなーみたいな感じの、こういうことが起こるんだ、みたいな。で、そんなのを何回か見ているうちに、どうやら誰かしらがですね、今でいうゼロ規制に当たる人の誰かしらがですね、やめないでくれと言ったらしいと。それちょっとよくわかんない。未だによ誰なのかはよくわかんないけど、で、言ったらしくって、で、じゃあ、まだね、緊急事態宣言も開ける気配がないし、みたいな感じで、部活も全然始まんないし、みたいな、ニーズがあるんだったら、オンラインで、何かしら、情報提供を続けましょうかっていうような流れですね。で、こう、しばらくそれは無料で行われていたんですけど、で、今もう無料でオープンキャンパスっていう形でね、Facebook グループで、無料で参加できるグループがあって、そちらにはですね、もう7600人とか入ってるんですけど、で、そこにですね、過去の履歴がすべて残ってて、当時ですね、動画で説明してくださってたベースポジションとか、そういうのは全部見れるようになってます。で、別に何て言うかな、オンラインスクールに入ってからも、その辺大きく情報的に変わるわけじゃないんですけどね。ただまあ、有料のオンラインスクールの方は、ちゃんと、一人一人にケアするということで、まあ、有料になったっていう感じですね、最初の頃はね。で、まあ、情報もより整理されていって、説明が分かりやすくなっていって、で、基礎メニューだけではなくて、基礎メニューをちゃんと組み合わせることによって、より適切な、まあ、1時間弱ぐらいでできるような応用メニューというか、まあ、部活を1人で、やるんだ、部活が行われないから、まあ、部活に相当するようなメニューを自分一人でやるとしたらこんな感じのがおすすめですよっていう月間メニューが出来上がって、で、まあ、月間メニューもその単発ただただ今月こうやりましょうっていうんじゃなくて、年間を通して長期的な視野で見た時に、自分の成長ってどういうふうに作っていけばいいのかっていう、まあ、和田コーチが昔ね、トレーナーだった経験もあったので、要するに
肉体っていうのはこう、その負荷をだん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 ちょっとずつ上げてって、一回下げて休ませて、で筋肉にこうと適切にこう波のある負荷の与え方っていうのかな、まあそういうことをちゃんとですね、適切にコントロールしていかないと、ただただこうきつくしていけばいいんじゃないよっていうような、話とかですね、まあ、そういうことも全部裏付けとして月間メニューには、まあ、ちゃんと考慮されてますよということも含めて、単に基礎技術のドリルをね、できるようになればある程度速くなりますけど、要するにそこでとどまる話ではなくて、その基礎技術っていうのは結局応用メニューにつなげ、本当に最終的にはスプリントそのものっていうのはどうあるべきかみたいなところにつなげていかなきゃいけないわけですけど、その時にね、月間メニューっていうのはものすごく大切なものなんですけど、月間メニューも単純にその種目が増えて負荷が増えてっていうだけの話ではなくて、年間トータルで考えた時に季節によってもやるべきことは異なってくるし、まあ、月の中でも月始め始める時にはまず最初軽い負荷から始めていって、ちょっとずつ上げていって、月終わりには1回負荷を下げて休ませてから測定をして終わるっていう、まあ、そういうサイクルですね。まあ、そういうことをですね、ちゃんと自分でコントロールしていくっていうのは、普通部活でも、そこそこのチームに入ってってもなかなか、よっぽどのトレーナーさんがついてない限りはそういう知識ってないものなので、まあ、じゃあオンラインスクールに所属する意味っていうのはやっぱりそこにまず第一義的にはあるなというところだと思うんですけど、でもやっぱりね、そういう、理論的な裏付けがはっきりした情報を、みんなで共通理解として受け取るっていうことが起こると、まあ、それを中心にですね、やっぱりそこで結びついてる仲間っていうのは、本当に何て言うかな、あんまり今までなかった絆が生まれるっていうのはね、まあ、去年から今年にかけて体験していることで、まあ、だからこそ僕も、まあ、毎日毎日こんなことやってられるっていうね、やりたいからやってるわけですよね。本当にね、やりたいことしか続かない話なんで、やらなきゃいけないと思って僕手伝った内容って一つもないんですよね。よくね、よくそこまでやりますみたいなこと言われるんですけど、本当すごいみたいなことを言ってくださる方もいらっしゃるんですけど、まあそれはトレーニングに対してよく続きますねっていう方もいらっしゃいますし、まあ、あるいはその情報発信であるとか、オンラインスクールの内容を整備するみたいなところも含めてですけど、よくそこまでできますねみたいな、まあ確かにね、結構な 例えば去年の大津波が来てた時なんかは、畑先生の寝る時間を作るために、僕が寝ないで頑張ってたみたいなところがあったりしたので、まあ、確かに不思議、よく考えたら不思議だなっていう行動ですけどね。まあ、でも、そう、本当にやりたくてやってたし、辛いと思ったこと一つもないっていうのが不思議なところですよね。でもそういうのを生きがいって言うんでしょうね。なんていうか、あんまりその生きがいみたいなキーワードを気にしてきたことがなかったですけど、まあ本当にいわゆるこれが生きがいなんだなっていうふうに感じますね。本当に盛り上がりみたいなものだけでいくとね、ずっと上がってるっていうか、そういう感じではないですけどね、上がったり下がったりっていう感じではありますけど、全然やめる気にならないし、こんな感じあるんですねっていうね、そういうもんなんでしょうね。まあまあ、オンラインスクール生、なんかね、不思議なんですけど、本当に毎月毎月必ず一定割合で、入学者が、いらっしゃって、だいたい月20人ぐらいっていう平均でね、もうここ7、8ヶ月安定しているんですね。まあだからそれが急に伸びることもないし、なんていうか、急に減ることもない
今月ゼロだったらみたいなことはまずないんですね、逆にね。で、かといって、今月めちゃくちゃ今日50になっちゃって、えらい手続き大変ですみたいなこともないっていうか、そうするとね、本当にちょうどよく一人一人ケアできるんですよね、先輩たちが。僕だけじゃなくて、いろんな人が、で自分にできることやってるっていう感じなんで、なんか質問あったりとかすると、気がついた人が、こんな感じですよみたいな感じでコメントで返してあげたりとか、全部が全部ね、講師が質問に答えてたら全然きりないぐらいの質問が寄せられるんで、そういうのじゃ持たないんですよね。講師だけが正解を知ってて答えるみたいな話だと全然コミュニティとしては成立しないんですけど、先輩方が対応するっていう、自分に分かる範囲で。で、時としてね、そんな感覚でやってたんですねみたいな感じで、こうちょっと議論になって盛り上がったりとか、僕はこっち派ですみたいな、そういうのもあったりして、そういうコミュニティに。ちょっとね、テーマが何だったかよくわからなくなっちゃったけど、なんとなく話してますけどね。だからね、その2回同じものを作ろうとしたら結構難しいなっていうね、再現できないこのコミュニティのクオリティをもう1回一から作ろうとしたら。だから情報、収穫面理論の情報を提供するっていうだけだったら、同じようには多分いかないですよね。あ、なんか中野さん最近ね、入ってくださった方なんですけど、中野さんありがとうございます。なんか聞いてくださってんですね。これはね、なんかスピーカーとして招待とかもできるらしいんですけど、もし入れたら入ってみてください。入れんのかな？今、リスナーという形でね、中野さん入ってくださってます。中野さん、あれですね。最近の新入生の中では僕の中でもトップヒットなんですけど 本当面白い方で、最近ね、本当に新入生がよくサタデーナイトミーティングに入ってきてくださる率が高くなったなと思って、昔はね、サタデーナイトミーティングって毎週土曜日にズームでやってるんですけど、どうしてもね、敷居が高いと感じられてしまうみたいで、そもそもズームってどうやればいいのみたいなのもあるかもしれないけど、やり方分かってんだけど、その入るまでは、入ってどんなことやってんのかちょっと分かんないからちょっと怖いみたいな、多分あるんですよね。で、なかなかその、一部のいつもの決まったメンバーだけで、やってたみたいな時期もあって。お、中野さん、こんにち入れは。ましたわ、わ僕は。あ、よかったよかった。これなんかこうクラブハウスみたいなやつですか？そうだね、なんか初めて僕も今日使ってみてるんですけど。あ、僕たまたま Facebook 見たらなんか始まってたんで、興味本位で押してしまいました。ありがとうございます。中野さんなら来てくれると思った。いや、 今日もうお仕すごい事。です。仕今事ど。は僕、在宅なんで、ずっとほぼ。あ、一緒ですね。はい。そうなんですよ。今はお家ですか、じゃ今、お家です。あ。明日、サタデーナイトミーティング来れますか？いけます、明日は。楽しみっすね。面白いこと言えるかどうかは、ちょっとわかりませんけど。そこ背負わなくて大丈夫ですよ。いや、もうね、いや、ほんまに、しゃべるのはいいんですけど、滑るのがほんまにちょっと嫌なんですよ。何？喋るのはいいけど、滑るのが嫌だ。そうなんですよ。なんて、滑るなんてある？あそこで。いや、もうどういう絶こと？対面白いことをちょっと言わなあかんっていうのが、もう昔からあるんですよ。あ、そうなんだ。まあ、そそんのな。プレッシャーで生きてるんですか？ そうすなんげえな。ですよ。そうなんですよ。でも、それでいくと、あのミーティングって、はい。めちゃくちゃ安全じゃないですか。安全です。何言ってもみんな、なんていうかさ、ハードル低いというか、はい。許してくれる。
か。はいはい、だからあの新技とか新ネタを試すには最高だと思いますよ。何放り込んでくれても大丈夫ですよ。いやそうですね。いや、うん、そう。でもほんま、うん、でこの前とか野球宇佐美さんが入ってこられて、はい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 、野球の話とかもすごい盛り上がったんですけど、うん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 、そうだね。僕だけ盛り上がりすぎたかな思って、皆さんちょっと全然全然大丈夫です大丈夫です。もうめちゃくちゃ盛り上げてください。楽しいもんな。うん。そういえば、そうですね、なんか試合のインスタに結構試合の話とか載ってますけど、はい、はい、すごいですね、なんかいろいろ野球、少年野球に親父が命をかけてますからね。いや、なんかその生きがいのさ、あの、はい、世の中にたくさんいらっしゃるんでしょうけど、やっぱ羨ましいっすね、はい、なんかやっぱ楽しいだろうなと思って。まあ、そうなんですよね、うん、でそのうちの息子のイチトって言うんですけど、はいはい、イチトなんかすっごい運動神経が悪い子なんですよ、うん、もともと、はいはい、3歳ぐらいでボール投げようと思ったらもうボール後ろに飛ぶぐらいの逆にすごいな逆にすごいなるほど、はいはい、で僕なんか野球やってたんですけど高校まで、うん、まあその息子の長男の3歳までの運動神経を見てこれも野球文化系だなと思って、うんうんうん、野球道具とかも捨てたんですよ。へえー、1回はでもその転勤を機に近くでやってた野球、はい、少年野球団に入りたいって言い出して。あ、そうだったんだ。息子さんの方から自分で、はい、入りたいからって言ってきたんだ。はい。へえ。でやりだしたらやっぱりこう運動神経悪いって思ってるから、うん、いかに運動神経良くしてあげようかみたいなのを、なるほどなるほど、考えてその、うん、プレゴールデンエイジとかゴールデンエイジとか、はい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 、あるんですけど、うんうん、まあ今まではそのプレゴールデンエイジ時期だったんで、なるほど、うん、神経回路を体を動かすことに、うん、増やしたと思って、あらゆる動きとかを、まあ、日常的にへ、はいはい、やってたらある程度のレベルになってきて野球もねえ、なんかかっこいいよ写真とか見る限りすごいめちゃくちゃさ、え、今何年生でしたっけ。3年生3年生ですねえ。いやなんか、はい、3年生ってこんなかっこいい動きするんだっけみたいな感じじゃないですか、写真とか動画とか見る感じだと。まあ写真とかまあええとこ撮ってるかもしれないですけどまあそうかもしれないけどでもその一瞬でもさ、できないもんはできないじゃないですか、そのできない子にとっては。ああ、うん、でもほんまにね、そうやってなってきたから、うん、やっぱりよりこう自分としてはどこまで行くんだろうみたいな可能性をすごく感じるわけですよ、親に。なるほどね、なるほど、楽しそう。うんうん、もう平日練習土日発表会みたいなノリで僕はもう、なるほど、へ、ね、もう週末が楽しみで楽しみで仕方ないいいな、なんか本当幸せっすねそれね。本当に幸せです、うん、うん、息子さんもなんか本当に楽しそうですよね。うん、でまあ次男もね野球してるんで、はいはいはい、長男次男でまあ毎週、うんうん、はい、野球楽しくさせていただいてるんですけど。へえ、やっぱお兄ちゃんの見てやりたくなっちゃったみたいな感じなんですか。そうなんです。ほんで お兄ちゃんもコツコツ練習するタイプなんですよ。はあ、ははあ、で弟は全然練習しないんですけど、うん、運動神経これいいんですよ。ありがちな、ありがちな兄弟ですね。へー、そうなんです。面白い。で、うん、練習してない弟が兄貴を超える日がまあいつか来るんちゃうかなっていうのをちょっと懸念してます。なるほど、複雑だけど、でもね、いろんな成長曲線があるからね。そうなんですよね、面白いね。そっか、いやなんか走りも
いろんな伸び方する人いるんですよね。ああ。うん。ほんとね、短期間でピュッと伸びてっちゃうこと、ほんとコツコツちゃんとやってんだけど、正しくやってんだけど、はい、結果が出るのは、やっぱりちょっと時間かかってんなっていう人が、結構この1、2半ぐらい見た感じだと、いらっしゃるんですけど。だけどね、最終的には、あの、半年超えてくると、そのコツコツ型の、なんていうか、成果に出てくるのがちょっと遅れ気味だなっていう人も、大体半年超えると、ギュンってくるっていう、なんかそういうタイミングがあるみたいですね。なるほど。うん。なんかその曲線が、いろいろだなと思いながら。そうなんだ。はい。まあ、楽しいっすよね、走りの練習、うん、あ、本当ですか。いや、楽しいよね。いや、なんかそれを分かり合えるのがすっげえ嬉しいっすね、僕は。ね、本当に本当に、うん、テンション上がっちゃう上がってるのがすっげえ伝わりますよ僕もさ、僕はまあ投稿してないんですけど、まだ。あ、はいはい、自分自身さ、僕もまあ息子と一緒にやってますからね、うん、横で。ああ、そうなんだ、すごい偉い、はい、うん、だから僕ももうインストラクター取ろうかな思って。ああ、いいんじゃない。あ、それめちゃくちゃいいと思うっすね。普及員はもう申し込んだんですよ。あ、マジで。いつのやつ。12月12日の東京のやつなんですけど。あ、マジか。それじゃあ行こうかな、はい、俺お手伝いで。本当ですか、すごいな。中野さんに会いに行こう。いやー、嬉しいマジで。モテさんは僕とあれが、まあ、西のオンラインサロンも入られてるじゃないですか。あ、そっかそっか、それ仲間でもあんのか。そうです、そうです。僕ももう1年前ぐらいから入ってますからね。あ、そうなんだ、はい、じゃあもうなおさら話すこと いくらでもありますね、きっとね。いくらでもありますよ。うん、だからもう毎日その F、ね、あのボイシーみたいなの上げられてるのもエグいなと思って、うん、西野明宏しかできひんやろ思ってたけど、ここにもやってる人おるみたいなそうだね。いや本当にこれも 1+1 だなっていうのはね、あの走りの学校に入って一番僕が人生に影響を与えたのは、やっぱ 1+1 からやれば何でもできるっていう、その概念はどこにでも通用するなと思ったんで。ああ、うん、だから西野にはなれないと思ってたんですよ、僕は。それは当たり前だけど、まあまあそれはそうだって、別に目指す必要もないし、あの、うん、だけど、まあ、だから音声も、まあ、別に途切れてもいいから 1+1 ぐらいやっといてもいいかなと思って、そんな感じだったです。うん、それを継続できるっていうのは本当に素晴らしいそうだよね。いや、びっくりします、僕は自分で。いや、だからほんまにほんまにすごい、うん、うん、そうそう。それでなんか続けているとですね、はい、本当にこういう日がやってきてですねうん、うん、あんまりその他のことでは、そのそれこそ本職の、仕事も含めてなんですけど、あんまりその、はい、お前本当にすごいなみたいな、そんな言われることないんだけどなって思いながら、こう走る学校のトレーニングとかもそうなんだけど、よく続きますねとか、はい、去年1年半ぐらい前からやってるから、なんか、はい、まあ、結構離脱していく方もいらっしゃるんで、やっぱりなんか 3ヶ月から半年ぐらいが結構山場で、そこで成果出たと思ってやめていく人と、あの、いや3ヶ月やってみたけどなんかピンとこないみたいな感じで、まあ、さっき言った成長曲線がこうちょっと後ろめな人は、はい、ピンとこないっつってやめてっちゃうっていうパターンと、まあ、どっちにしてもよく続きますねって話をこう僕にしてくるっていうね、うん、はい、ありましたけど、あんまりでも僕の場合あれなんですよね、成果出る出ないにあんまりフォーカスしてなくて、
なんか普通にやってみて、やったことない動きだからできないことに笑っちゃうところもあり、なんていうか、でもちょっとやるとちょっとずつできるようになってきて、みたいなところ自体が楽しくてやってるから、あんまりその成果が出る出ないみたいなところにいちいち気にしてないのがかえって成果出るんですよね。これ走りもそうだし、それこそなんか発信なのなんだろうっていうのも全部そうなんですけど。なるほど。うん、なんか本当この音声とかだって最初もう再生回数とか3回とか4回とかですよ。でまあ別に聞いてなくてもいいやっていうな、でも不思議とゼロにならねえなみたいな感じで最初はね、ほんとそんな感じでやってましたけど、面白いです。一回ね、ブログを毎日1000文字書いてみようか思って、はいはいはい、いいですね、やってみたんですけど2000文字って結構やっぱ多くて、あー確かに、で何書いたらええやろみたいな、もうすごく迷って、はいはいはい、全然書けなかった、ね、なるほど。え、いつ頃の話ですか？アメブロみたいな時代ですか？いやいや、もう最近今年になってからノートでバッと書いてみようかとか思ったんですけど、うん、あ、ノートね、もはい、全然か、もうネタ何書いたらええやろみたいな、全然ダメでしたね。なるほど。そう、僕もノート途切れたな。でもなんかそう、それこそね、なんかとりあえず全部新しいサービス出てきたら全部こうとりあえずアカウントだけ作ってやるだけやるみたいな。でなんか 1+1 だけやって、まあ答え3ぐらいまでのところで止まってるやつがほとんどなんですけど、たまたまこうやってなんかたまにヒットが生まれて、かれこれもう200日ぐらい続いてますけど、なんかこれはびっくりしてます、僕は自分の中では。そう、ハマる瞬間が来るってことですよね。もうたまたまね、これがハマるとは思ってなかったけど、なるほどなと思いましたね。そうですね、うん、僕なんかは多分このしゃべりはこう飲み会がなくなったじゃないですか、はい、世の中から、はい、で飲み会でしゃべるのがなくなった分、どっかでしゃべりたかったんだろうなっていう、喋りたい、うん、気持ち、僕もありますわね。え、あるよね。僕もともと営業だったんですけど、うん、そうなんだ。何ですか？4年前までは、うん、住宅設備、あとキッチン、バス、トイレとか、床材とか。なるほど、それは楽しそうですね。なんかで、その後に、それ4年前から広告宣伝ブランディングの方に、うん、なったんですよ。なるほど。あ、もう全然喋ることなくなって。あ、そういうもんなの、それって。喋らなくてもできるの？そうなんですね。そのなんかもう言うたらもうパソコン上の仕事みたいになっちゃって、喋んないなみたいな。なるほど。でも広告宣伝って、何、企業さんで、そういう企業に入って、そういう部署に入ってってことですか？配属が変わったってこと？そうです。同じ企業で、僕メーカーなんですけど、メーカーの会社の、まあ、ブランディングをするっていう部署に。ああ、そういうことか。なるほど。そのブラ会社の結構大きめのメーカーさんとかだと、ブランディングとかってどういうお仕事なんですか？いろいろ多岐にわたってるんですけど、うん、そのうちの会社だとコーポレート全体のイメージを伝えるブランディングもあれば、うん、まあ、商品軸のブランディング。ああ、なるほど。はいはいはい。僕はもうコーポレートっていう全体のブランディングの方に携わってる。なるほど。めっちゃふわふわしてます。
うん、いやでもそうそう、そうふわふわしてるものってさ、はい、なんていうか本当正解がないから、そうこそまあその取り組む余白がたくさんあって、こうなんかそういうクリエイティブでもあるけどね、なんていうのかな、すげえ興味はあります。僕迷ってますよ、だからもうほんまに。そうなんだ。はい、走りの学校っていうコーポレートのブランディングとかに何か思うことありますか？いや走りの学校っていうのはもう走りっていうので、うん、もうなんか売れるポイントをこう一つ持ってるじゃないですか、まず。なるほどなるほど、それがやっぱり一番強いかなっていう、うんうんうん、これはもうあの全体だと思って、まあ、僕らもその商品軸でやったらこの商品っていうので訴求できるんですけど、うん、なるほど。気打ちはその、まあ、一般消費者が作る製品も売ってれば、うん、工場に納める商品も作ってまして、はいはい、なるほどなるほど、ユーザーがもう別々なんで、それをひっくるめて、そうだよね、感じの宣伝って言われたらもうどないやねんっていうそうだよね。でもその会社が大きくなれば当然そうなっていくもんね。そうです。で、うん、まあ、橋の学校だったらやっぱ和田さんとかがすごくキャラが濃くて、うん、はいはい、で、まあ、人もいいから、うん、まあ、皆さんね魅了されてっていうところになってくると思うんですけど、はいはいはい、その規模がもう一つ二つどんどん大きくなっていった時に、そうだね、やっぱまあ壁がどんどん出てくるかなっていう。そうだね、まあだからいつかは大きくなっていけば必ずその道を通るわけですもんね。でもね、はい、うん、なるほどな。やっぱりそんな中でモテ作さんみたいな方がどんどん増えていけば、うんうん、あの愛されるっていうところになっていくと思うんですけど、うん、なるほど。そういう宣教師的なあの、うん、方々をどう増やしていけるかが、まあ、ポイントじゃないですね。なるほどね。いやだからさ、中野のオンステージもどっかで作りたいんですよね。いやいや、喋ることない。中野のオンステージかっこ滑りたくないみたいなやつを。いやいや絶対滑りたくないから、もう絶対拍手でお願いしますみたいな。なんかそういうのね、ほんとみんなのなんていうか上がれるステージを作りたいなと思ってて、それこそ、ま、だからここも今ね、例えば僕初めてこのライブオーディオって開いてみて、はい、試しているのはなんかまあだから、はい、うん、そういう可能性のあるものなんかないかなっていう感じですね、まさしく。うん、そうだからなんだったら中野さんがここの無料オープンキャンパスのオーディオルームをたまに勝手に開いてオンステージしてるっていう未来があってもいいかなって思ったりしてるんです、僕はね。あの人一人で喋ってる、なんかまた今日もなんかよくわかんないけど、でもよくその走りの学校と何の関係があるのかわかんないけど、あの人面白いみたいな感じのってさ、すごい広がりとしてはいいかなと思ってて、例えば ね、うん、でもなんか必ずしも話題がそのスプリントだけに特化してなくてもいいかなっていうのはちょっと最近思ってるんですよね。その広げるためには、うん、うん、なんかその別な人を取り込みつつ、でもその人が実は走りの学校でね、スプリントテクニックをやっているっていうところに結果的につながっててっていうような感じがいいのかなと思ったりして、うん、うん、でもなんか得意なことだったらこうずっと好きなだけ喋れるみたいなことってあるじゃないですか、きっと。はい、この話だったら延々喋れますわみたいな、うんうんうん、なんかそういうのだったら負担にならないし、むしろ本人が楽しいからいいんじゃねえかなっていう、ね、うん、うん、なるほどな。
そう、なんかね、例えば昔ノート書いてた時にどこで止まったのかわかんないですけど、はい、本当になんかこの話 でいいんでしたらいくらでも書きますよみたいなネタだったら実は続いてたみたいなこともあんのかなと思ったり。あ、そうですね。そう、なんか僕もよく途切れるんで、なんか途切れたものを振り返るとなんか結局こういうテーマでこのブログを立てようみたいな感じにしてしまうと意外とそれ書きたいわけじゃなかったみたいなので行き詰まるっていうですね。いや、だからそういう意味では僕ちょっともうオタクになりたいなと思ってますよね、何かの。へえ、なるほど。なんか、うん、何オタクだろうな。でしょうね。やっぱもうでも今も少年野球しか頭にないからな、平日。あ、それいいやん。その少年野球にどっぷりハマってる親父のトークみたいなやつ。そうですね。で僕今向こうがね、初めに入った少年野球団からチーム移籍したんですよ。はいはいはい。あ、そうなんだ。それはなぜかというと、もう全国大会行くためにもうちょっと強いところ行きたいって言い出して。はあ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 、すげえな。そういうところに移ってるんですけど。うん。そうそう。だからそういうところの野球の仕方とかって。いや、確かに知りたいよ、それ。ですよね。うん。なんか、聞きたい人いそう。なんか、そうそう、チームの移籍とかさ。はい。いや、なんか潜在的には、そう、あ、言ってもね、とか思ってる人いるじゃん、きっと。はい、はい。なんか、したいとは思ってますけど、とかさ。でも、実際行動を移す人って、ほんと何割もいないからさ。そうなんですね。で、まあ、いろいろありますしね、映るよ。そう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 。うん、まあ、でも実際映してみると、こういうことがあったよっていうだけで、事実を喋れるだけ、事実っていうか別に名前出さなくてもいいのかもしれないけど、起こったことを伝えるだけでも、聞きたい人意外といるかもしれないなって思った。そうですね。うん。で、しかもなんか、そう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 。うん、新しいチームで馴染めるかとかさ、うん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 、なんかそうそう、馴染むためにこういうことを配慮してますみたいなのとか、ね、単純に事実を聞くだけですげえ楽しそうだなって思いました今。そうですね、まあそれ今話す機会あったいつでもですけど、うん、ちょっと話変わりますけど、あ、はいはい、なんですか。僕そのなんですかね、うん、走りの学校での目標は、まあ、息子を今レイサーズ入れとんすよ。うわっ、何すげえ、マジで、はいはい、はい、4年生からって書いてたけど3年生行けますかって和田さんに聞いたら、もういいっすよって言われて。え、いいって、じゃ、はい、じゃあ行けっつって。マジか、すげえじゃん、よかったね。え、すげえ、よかったね。連れて行ってまして、素晴らしい。いや、いいな、それは、それは羨ましいわ。レーサーズに3年生から入るなんて、もう最高じゃん。で、やっぱあれってなんか、お兄ちゃん、お姉ちゃんがいろいろいるじゃないですか。うん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 。あの、世代の違う。はいはいはい。そういうところに混じって、うん。あの、練習できるっていう環境も、うん。本人にとってはすごいいいな。そうだよね。いや、ほんとそう思うわ。いや、なんか本当にまあ教えてくれる内容もそうだけど、やっぱりなんていうか、いい環境に身を置いてさえいれば勝手に伸びるみたいなとこあるじゃないですか。で、あのその戸川さんの走りのスピード感とか、そうそうそう、そう、人ってこんなに速く走れるんやみたいなさ、ま、限界値がさ更新されますからね。あれを見た時点で、見ただけで速くなれる気がするす。そうだね、本当。でも練習会とか見ててね、実際ちっちゃい子が本当にね、その1時間で全然走り方変わっちゃうんですよね。ですよね。うん。ただ不思議なことにですね、はい、その戸川君と一緒に走ってめっちゃいい走りになって、はい、一瞬で変わるんだけど、おなんか聞くと親御さんとかと連絡取り合って聞いていると、はい、一瞬で変わったんだけど一瞬で戻りましたっていう感じの話が多いです。ちっちゃい子って本当そういうもんらしくて。そうです、ね、
変わるのも早いんだけど戻るのも早くて、だからやっぱり練習会みたいな単発じゃなくて、ああいうチームにちゃんと入って環境自体を変えちゃうっていうのは、まあ、最高だなって僕は感じましたね、うん、なんか最高ですよほんまに、うんうん、あれ最高家から遠いけども、あ、そうなんですか、それはそれはなんか楽しみ増えますね。あ、ま、だ携帯で会議しながら車運転して連れていくみたいな、へ、うん、めちゃくちゃいいやん。なんか少年野球に燃えつつ一方でなんかね、レーサー 裏面でレーサーズってなんかめちゃくちゃいい生きがいですねなんていうかで僕はね、そう、なんでレーサーズかって言ったら、うん、まあ、そのやっぱりその上手いやつってあの、うん、高校の時でも上手い人って、うんうん、守備とかの時でもマジで飛んでるかのように、はいはい、ステップしようんす、はいはい、あー、なるほど、え、早っみたいなボールの入り方とか、うん、なるほどなるほど、そんな選手になってほしいなっていうのもあって、なるほど、体操とか水泳もしてたんですけど、うん、おうおうおう、走りだな、なるほどなるほど、はい、確かに、まあ水泳水泳でいいけどね、そう、うん、確かに俺もそれは同意ですね。なんか全てに通じる基本の動きが身につくっていうのはやっぱりなんかスプリントの気がしますね。でスプリントを一度その自転車乗った感覚かのように、うん、今の 3,4 年生で覚えたらもう抜けないと思ってて、うん、そうだね、いや本当にそれはそうだと思う、本当におっしゃる通りです、ね、手を早く作ったろって、なるほどチートですよあれは、もはや僕からしたらね、うん、ズルだよあれはそうですね、本当に、うん、なんでお前だけジョーカー2枚配られてんだよみたいな感じになっちゃうと思うんだよね、なんか周りから見たらさ、そんな勝てるわけねえだろみたいなさ野球とかも本当そうだと思うですね、うん、ただかといってその、うんうん、今後のこと思えたら、これ、ね、うん、1個抜けるやつって、うん、こうスポーツなんでもそうだと思うんですけど、うん、やっぱり自分で考えて工夫して、うん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 、あのどう毎日過ごしていけるかっていうところがでかいと思うんですね。そうだね、そうだね、はいはい、その基本基礎能力は今設けといたるけど、次は息子を中学生とか高校生になった時に、うんうんうん、どう自分で意識して、はい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 、考えて取り組んでいけるように、うん、仕向けたるかみたいなテーマが、うん、なるほど、めちゃくちゃ楽しそうやん、そして難易度高いよそれは、そうなんですね手放せない口出ちゃう、それも発信の学校で教えてほしいと思って、うん、あー確かに確かに、結構悩んでる、みんな結構悩んでると思う、うん、そのなかなか表に出てこないと思うんですけど、そういうことって、うん、ただあのどこで自立に向けてこうちょっと距離を取るかみたいなのって、うん、方法論にしようがないっていうか、うんただでもそのいろんな人がいるから、あの、うん、なるほどねって感じ取ることはできると思うんですよね、うん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 、あのこれだとうちでやったらちょっと近すぎるかなとか、なるほどこれぐらいちょっと離れてみてもこれぐらいの年齢の子ができんのかとか、そういうのを感じ取れるかなとは思うんですけどね。そうですね、うん、あとはそうだな、そうそう、僕もそのテクニカルガイダンスの週刊メニューってこう毎週送られるやつ、はい、あれ、はい、僕が書いてるんですけど、はい、なんか書いているうちにですね、なんていうか、はい、もう今リアルタイムで毎週毎週書いてるんですけど、はい、本当なんかみんなの、どこで、つまずくかとか、はい、どういう思いで親が
とか、なんかそういうのいろいろあるじゃないですか。そういうの見るじゃないですか。はい。それを見ながら感じたことを僕がちょいちょい盛り込んでますっていうとこがあって。で、僕自身も結構その子供さんにいていろんなフェーズがあったんですけど、同じなんですよね。その自立するタイミングとか、すげえ距離取るの難しいなとか、めちゃめちゃあったんで、その反省とかもあったりして、うん、あくまでやってる自分で考えましょう的なところをね、どうやってこのテクニカルガイダンスに入れるかみたいなところっていうのはすっげえむずいなと思う。だってこれ絶対親が読んで親がメニューを伝えるじゃないですか、まあ、最初のちっちゃい頃とかは、うん、まあ、それはそれで全然それでいいんですけれども、あのどこかのタイミングで、うん、と自分でそのタイムについて向き合うとか、うん、そのできたことに関してなぜできたのかを自分で考えて言葉にするとかっていうきっかけがどっかに欲しいなみたいなことがあって、うーん、それをどうやったらテクニカルガイダンスに盛り込んで書けるのかみたいなのを結構ね、僕はそこが楽しくて書いたりしてますね。なるほど、はい。の場合なんかはもう分かってるんですよ、うん、僕はそのあるある部分ではもう失敗させるっていうのが、うんうんうん、あー確かに一番いいんすけど、うんうん、もうそれをまだこらえきれないんですよね、僕分かるこうだぞって言っちゃうっていうね。そうなんですよ確かに確かにね。そうなんです、あれなんでなんですかね、野球特にその感じありますよね。あるんすよね。うん。なんだろうな、あのサッカーとか、はい、他の球技もある程度あるのかもしれないけど、野球が一番それ強い気がするんだよな。そうなんですよね。いやなんか今でもそのうん。今ピッチャーとかキャッチャーとか行かしてもらってるんですけど。はいはい、すごい。監督はもう親コーチじゃないんですよ。もう専任のもう子供がいない、あ、卒業してるの監督がやってくれてて、はいはいはい、うん、すごい。でも、でもその親コーチはもう試合中何も言うなみたいなチームなんですよ。なるほど、なるほど。はいはいはい。でも、うん、こう、ジェスチャーで、こうやったらお前体開いてるってサインやからなって事前に言うといて、ちょっとこう、ジェスチャーとか入れて、まあ、開いてるのとか、やるわけですよ。目に浮かぶわ。なるほど。で、うん、息子にお前もお前今日任すから、うん、俺の方見んなよとか、はいはいはい、大丈夫やなとか言うんすけど、はいはい、息子でまだちょっと不安なのか、いやちょっと やばかったサイン出してよみたいなことになるんすよね。なるほど。逆に求めてくんの？求めてくるっていうか、もうストライク入るか入らんか言うたら入る方がやっぱいいじゃないですか。まあ確かに。でその原因はまあ僕は見たらすぐ分かるんで、息子の分は。すごい。癖を知ってるんで。へぇ。そういうのって意識だけ変えたらすぐ治るんですよ。あ、そういうもんなの？ちょっと俺にも教えて。はい、もう全然、めちゃくちゃこの間打ち込まれてですね。教えてください、今度。ね、ぜひぜひ、キャッチボールしたいです。うん、あ、本当キャッチボールしに行こう。あの復帰員受けて12日の終わった後にさ、ね、そうですね。あれ葛西臨海ですか？葛西臨海だと思います。はい。あ、じゃあさ、それ終わったらやろうよ。そうですね。ありがとうございます。うん。グローブ持ってくわ。はい。もう僕な J 級持ってきます。M 級の方がいいか。いや、なんでもいいよ。マジか。ちょっと楽しみだな。キャッチボールって何歳になっても楽しいから。なんすかね、あの楽しさはね。なんであんな楽しいんでしょうね、うん、ほんまに。それでなんかあの初対面でやるのにちょうどいい距離ですよね。うん。うん、なんか不思議なぐらい俺初対面の人とキャッチボールするのこんなに楽しいのかと思っ
って結構去年からね何人かの人とその走る学校関係者とやってるんですけど、うん、やっぱ会うと結構野球やってる人多いんで走る学校は。あ、そうなんですね。うん、もう半分ぐらい野球からじゃないかな。半分いかないから4割ぐらいだと思うけど。でめっちゃ多い。うんうん、やっぱりね YouTube もやっぱり野球多いじゃないですか。はい、野球とのコラボみたいのが結構多いんで、うん、まあ、あとはサッカーが2割か3割か、うん、あとはだから陸上ガチの人が1割とかそんな感じじゃないですかね。うん、でも野球はもうほんと最大勢力ですね、圧倒的に。うん、あでも野球人口減ってるんですよね、言うてもね。でも ね減っててこんなにいるのっていうぐらい会いますよ、だから本当に、うん、なんとか食い止めたい。うん、友人口分かった。じゃあ12日にキャッチボールしようよ。お願いします。うん、なんかありがとう、なんかすげえ、ね、あのこんな付き合っていただいて。いやいや、すいません。ありがとうございます。またたまにやるかもしれないんで来てください。承知いたしました。じゃあまた明日。はい、すいません。ありがとうございます。絶対滑らせないから。じゃあね。すいません。ありがとうございます。はい、失礼します。はい。